ここは那覇市の中心部にある東アジア浄土遺体研究の琉球沖縄センターなんですけども、まあ、これから始まる南西諸島のですね、自衛隊配備がどんどん進んでるわけですけど、それの写真展を開きます。で、その写真展の中にはですね、ここをちょっと見てあると、自衛隊の南西諸島等配備増強計画というのはですね、もうどんどん進んでるわけですね。で、ここで何千人とかいっぱい書いてありますけどね、こういうのが、要するに南西諸島というのは、ずっとこう、島々が連なっててですね、もう自衛隊の基地がどんどんできちゃうということですけど、これ何のためにこうやって繋がってやってるかというと、要するに中国を、まあ、仮想的に見ました。中国は、これの島々が連ねて、こっちに太平洋出られないようにですね、それをいろいろ考えたいというふうなことですね。それで、恐ろしいことにですね、これ、島嶼間射撃とか、これは近いところですよね。例えば、こちらが宮古で、こちらが石垣島と。いうこの超音速でここを飛んで、まあ、15分ぐらいで到達すると聞きましたけど、それで、まあ、やっつけたい。やっつけたいっていうのは、敵が来てから、その、やっつけるというですね、なんかこの手遅れっていう感じですけどね。で、それの状況をですね、さてどうなってるかというのを、南の与那国から見ていきましょうかね。で、与那国はですね、もう、台湾まで110キロという近いところですよね。こういうアンテナ群があって、まあ、特にこういうやつですね。これボコボコのやつが結構いろいろ、与那国と久米島と恩納村まで、沖縄本島恩納村まであるということで、あと宮古石垣ですね。もう、じゃんじゃんこの衛星からキャッチするとこういうのがあるわけですね。で、これはね、まあ、たまたま天皇、皇后が、まあ、与那国にいらしたときに、まあ、誇らしく自衛隊の皆さんが行進していると。で、これはですね、与那国馬ってのか、与那国馬っていうか、これまあ、少し混血してるらしいんですけどね、まあ、そういうのは自由に、こう、駆け回ってるということであります。このすぐ近くに弾薬庫も出てきています。あ、ちょっとこっちをですね、アメリカ海兵隊との共同演習というのをやってました。これがもう有名なオスプレイですね。こんな感じでやってるということで、まあ、水陸機動団と、まあ、アメリカの、エンブレムが映ってるところです。ここも映しましょうか。南西地域のこの陸上自衛隊拠点整備の状況ということで、こういうのも張り出しますけども、要するに南西諸島が全部、まあ、ミサイル基地、になってしまうということで、これは別に、沖縄に限りません。九州もそうだし、そのアンテナ基地は日立なんてところにあるところですね。はい、ということで、これは、ミサイルの運用イメージ、こんなの飛んでくるって言ったら大変ですよね。で、飛んできたらですね、例えば弾薬庫に命中したとしたら、これ2分で大爆発を起こすらしいんです。そうすると、その島民が、大体宮古石垣それぞれ5万人ずつぐらいいらっしゃいますけども、その人たちが2分でどうやって逃げるかと。例えばダイヤモンドプリンセスみたいなのが3000人ぐらいのやつが来ても、これが20台ぐらいないと、20隻ぐらいないと逃げられないという、まあ、到底無理な、作戦だということを言えます。で、その問題の宮古島ですけど、宮古島はこんな感じ、弾薬庫がどんどんできていると。ね、それでこれを見ていただくと、これはドローンによる空撮ですけどね、これ弾薬庫の建設があって、そのすぐ近くにこう集落があるという、こんな近くに弾薬庫を作って大丈夫かと、特に宮古の場合は、土地が平たいですから、地下に弾薬庫を作れません、一番危ないという感じですね。はい、次に石垣でも、まあ、反対運動が起きてます。それで、ついこの前、住民投票を やりましたけど、残念ながら住民側が敗訴ということで、これ、わしの住みかを奪うのは、自分のうちのわしというのと、冠わしというの両方ですね、かけてあるということです。それから、ちょっと北の方に行って、鹿児島県ですけど、これ、奄美
あまりまたこれって、まあ、普通のところなんか空軍訓練してますよね。で、ここにこういうオスプレイいっぱい飛んでます。で、こういうのはなんていうか、あの本土でも無縁じゃありません。どんどんこれから飛ぶようになりますね。はい、これ何でしょう。これ市街地に向かって飛んでるんですけど。山並みの中。山並みがいいのをね、撮ってるということですね。というようなことを、写真展としてやりますけども、ちょっと事務局室に抱負を聞きましょう。まあ、私たち、東京でシンポジウムを開いたり、この南西シフトっていうのがあまり知られてないから、まあ、そういうシンポジウムもやりますけど、やはり資料展でね、目で見て実感してもらいたいということで、まあ、初めて取り組みます。あの9月2日から、2ヶ月間、有名な福津館というですね、あの瀬長亀治郎民衆資料館という、ところがあります。小さなところですけどね、そこの一角をお借りしてやるようです。今日から2ヶ月、離島のミサイル基地から危機ということでやらせてもらいますけども、ここはよくそういう関連の写真展でやられてますよね。はい、この島嶼関係は初めてなんですけどね、辺野古とか高雄とかはもう頻繁に写真展もやってますし、講演会もやってます。そうですね、はい、普通は資料館というと何か資料を集めて見せるとかってあるんですけど、まあバスでみんな通学って変更に行ったりとか、その活動と非常に連携しているというのが特徴的だと思うんですけど、やっぱり展示してるのは主に米軍統治下の沖縄が大変な時代だったということをね、どこも展示してないので、そういう展示を中心にやってるんですけど、戦後史っていうのは今も続いてますよね。だからそういうものは連動して今あるわけですので、そういう現場を見て歩くっていうバスツアーとかはかなり力入れてやってました。最近やっぱりコロナを起こしてよく大変だと思うんですけども、まあこちらは SNS とかですね、活動して非常に、ここに来られなくても、いろんな方が応援してくれるという動きが全国にしてもらいましたけど、それは大変特徴的だと思っていますけど、やっぱり行政任せではなくて、行政からお金もらえるっていうのは100万とか1ヶ月分なんですよね。ですからこれ何ヶ月も続くコロナの中で、このままだったら本当にこちらはもう大赤字で閉館するだろう得ないかなっていうぐらい深刻に受け止めて、まあ、やっぱり民衆に頼ろうと思ってですね、クラウドファンディングでそういう博物館に支援したいっていう方を中心に集まってもらえればいいかなと思って始めたんですけど、もうすごい反応がありまして、目標額本当は120日予定してたんですけど、もう1ヶ月で目標を達成して、でその後もいろんな方が支援をどんどんやってくださるので、
目標金額を上げて、まだ続いています、うん、素晴らしい、はい、本当にありがたいことです。だからびっくりしたんですね、うん、こんなに奥津川に来たこともないっていう方とか、上城知らないっていう世代も含めてですね、こういう資料館やっぱりなくしたらいけないと思うので、うん、コロナが終わったら絶対行きますっていうふうなね、ことを萩野氏の言葉もいっぱいいただいて、もうそれに私たち励まされてるんですよ。もう金額はもちろんですけども、そういう温かい気持ちが直接聞けたっていうことがね、大きな収穫だったなと思ってます。今回離島のことを取り上げる珍しいとおっしゃいましたけどね、やっぱりみんな辺野古はみんな知ってますけども、なかなか離島でそういうことが進行中というのは知りませんね、それもこれ知らせる意味があるということですね。もう本当に私自身も行ったことはあるんですけど、まだこういう基地建設が始まってない時だったのでね、この写真を少しだけ見たんですけども、もうこんな状況になってるのかと思ってとっても驚きまして、観光で豊かな島っていうことでね、基地もない島っていうことを売りにして観光を成り立っていたはずなのに、こんなにまで基地があちこちにできてるのかっていうことにすごいびっくりしたんですよ。だから私も少し勉強しながら、いい機会だなと思ってます。これから2ヶ月よろしくお願いします。こちらこそお願いします。